では続いて、大吾さんこんばんは、理系の大学院生です。僕の、友達が就活で結果が出ずに病んでいます。逆求人サイト、オファーボックスを使って就職しているようですが、履歴書の提出で落とされそうです。企業からオファーされた内容を踏まえて書いているにもかかわらずだそうです。なんとか仕掛けたいと思うんですが、どうしてあげたらいいでしょうかってことなんですが、まずですね、まあ、他人を助けるのってなかなか難しいと思うんですが、企業からですね、なんだろう、もらってるオファーに合わせて書いてるからダメなんです。はい。なんでかっていうと、それってみんなやるんですよ。何人も何人も面接の人来ますよね。で、これに対して例えば皆さんが、だからこいつも同じこと書いてあるなーってやつがいたら、おかしいなって思ったりとか、価値がないなって思いません？うん。要するに、代わりがいる人間で採用されないんですよ。で、みんな同じようなこと書いてるなってなっちゃうんです。相手に合わせたら。むしろ自分を出していった方が、オリジナリティが出るし、あとは交渉の場合も自分の素を出していく人間の方が、相手に合わせをする人間よりもはるかにお金も引っ張れるし、交渉でも有利になるってことがですね、いろんな研究で証明されてるんですよ。故に自分らしさをより強烈に伝えるってことを勉強するべきなんで、おすすめはこの本です。ザ・コピーライティングって本です。今チャットに打ちましたが、後ほどね、概要欄の方にも一応入れておきますけれども、自分の尖らせて、その自分の尖っているところをより相手の心にぶっ刺さるように加工するっていうのが大事だと思うので、それを勉強してみるといいと思います。はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと、僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。